この子は船の入り口で見た。待て、死体の転がる船の中に女の子。こいつ、まさかカイネが感じていた気配はこの子が。あれ、君は久しぶりだね。配達員さん、ここで何を。ああ、実は最近この船に通っているんだ。その女の子はこのナンパした船に乗っていたみたいでね、外に出られるようになるまで世話をしていたんだよ。そうだ、そこのあなた、つかぬことを伺いますが、その子が出血しているようで。包帯を持ってきたのはいいんですが、その女性の月のものの処置はどのようにすれば。すみませんでした、あまりに失礼でしたね。そいつに近づくな。そいつは、カイネ、エミール、こっちは何とかする。どうにかして外へ出ろ。あやつらなら大丈夫だ。一旦引くぞ。船が崩れるぞ。早く外へ出るのだ。分かってる、急ごう。邪魔だ。あの穴から外に出られそうだ。二人とも、よかった、無事。はい、でも、配達員さんがまだ中に。ああ、助けに行かないと。この日差しであれば、あの魔物も追ってはこれまい。今のうちに体勢を整えるぞ。バカな。確かに奴の体は光で焼かれておる。しかしそれを上回る速度で再生しているのだ。この光、何か来るぞ、対しろ。船にいた女の子の正体が魔物だったなんて。こやつ、今までの魔物とは何かが違う。油断するな。ついた触手を狙うのだ。止まるな、もう一歩も切り刻むぞ。こいつが町のみんなを絶対に許さない。野放しにすれば町が危険だ。ここで始末するぞ。
畳みかけろ。やったか。なんだあの大きさは。おあれほどの傷を回復しただと。波の攻撃ではすぐに回復されるぞ。来るぞ、かわせ。体の一部を乗り換えて撃ってくるの。大きな魔物が存在するなんて。やつは普通じゃない。気を抜けば殺されるぞ。このままじゃ町が危ない。何としても止めないと。飛んでくる槍の数が増えておるぞ。分かってる。だけどクソ、いかん。このままでは。こっちを見ろ。こいつはお前の大事な人なんだろう。これほどの攻撃を受けてまだ倒れぬというのか。やだ、僕怖いです。やつが魔力を集中し始めたぞ。攻撃を止める手立てはないのか。
何してる。殺されるぞ。魔物の動きが止まってる。奴の魔力の中心、頭部を魔法で貫くのだ。お前なんか嫌いだ。ありがとう。おかげで助かったよ。君たちには世話になったからな。かくまうぐらいお安いご用さ。本当にすまなかった。町の人たちが何人も魔物に食われて、その犯人の世話を私がずっとしていたなんて。貴様が気に病む必要はない。全部魔物が悪いのだ。そうだといいんだがな。そろそろ俺たちは行くよ。まだ報告しないといけない人がいるんだ。そうか。じゃあな。また君にも手紙を届けるよ。本当に世話になったな。それはどうして答えないの。ねえ、無事だって言ってよ。まさかあの人はもう。旦那さんは魔物に殺されたんです。俺たちが見つけた時にはもう手遅れで。嘘よ。どうして夫が思い出のカバンをバカみたいにずっとつけて、ずっと私のことを思ってくれて。そんなの嘘よ。嘘って言って。あの夫婦の喧嘩ももう聞けぬと思うと寂しく感じるものだな。ああ、俺がもっと早く探していれば。くそ、気負いすぎるな。お前は
よくやった。今入るのはやめておこう。町の人が何人もいなくなってしまったよ。ねえ、もう夫婦喧嘩は見れないの？ナンパした船に魔物が乗ってたなんて、もしかしたら船員たちもみんな魔物に食われちまったのかね。大きな船と一緒に何人もの町の人が消えてしまったわ。いなくなった人たちの分も私たちがしっかり生きていかないと。この町は出入りできる場所が少ないから魔物の被害はあまり出てないの。その分町から出るのも一苦労で、他の町との交易が減ってしまったのよ。依頼の件よろしく頼むよ。あの夫婦の喧嘩から元気をもらってたのよ。もう聞くことができないなんて。飲み仲間が魔物に殺されてたんだ。くそ、俺がもっと早く気づいていれば。船頭をしていた弟が魔物に殺されたんだ。家族を置いていくなんて。